はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はマシンナーズデッキをねご紹介していこうと思うんですけども、マシンナーズカーネルという史上最強の機械モンスターご存知でしょうか。めちゃめちゃかっこいいし、こいつめちゃめちゃ強いんだよね。こいつを使いたくて今日はデッキ組んできたんですけども、自分相手ターンに自分のフィールドの機械族モンスターを破壊してぶっ破して、で破壊してその機械族の攻撃力以下の攻撃力を持つ相手のフィールドのモンスターを全部ぶっ破するっていう効果をなんとフリーチェーンで使うことができます。強すぎますねまあ要は自身も対象に取れますんで、自分を破壊して3000以下のモンスターを全部フリーチェーンで破壊するっていうあまりにもやべえ効果を持ってるんですよ。でしかもこれ自分の効果でマシンナーズカーネル以外のね、機械族地属性が破壊されると墓地から湧いてくるっていう効果あるんで、これめっちゃ強いんですよね。こいつを今回は使っていきたい。はい、でですね、まあ、どういう風に動いていくかと言いますと、今回のデッキは、マシンナーズデッキに加えましてリサイクラーと、それからバレットライナーを出張させてるんですよ。でまずバレットライナーは地属性機械族がいると特殊召喚できるモンスターで、レベル10なのでカーネルと合わせてランク10ができるからすごい相性がいいっていうのと、あと単純に特殊召喚できるんでリンクスワンに、ね、なったりできるんで、まあ、非常に強いということで、まあ、モンド無用で、3枚、まあ、これはあれですね、あとエンドフェーズに開始するここまでめっちゃ強いです。これでスクラップリサイクラー、これはねスクラップワイバーンを出していくんですね。これ先行で、まあ、もちろんカーネルも出したいんですけども、カーネルプラス妨害何かを用意したいのでスクラップバイバーンを出してスクラップ展開をしていきます。リサイクラーは、召喚特殊化に成功するとデッキから機械族を送れるよっていうことで、これ地属性じゃなくてもいいんですよ送るの。なので村蜘蛛のおろしとかも送れますし、まあ、単純にねフォートレスとかも送れますんで、まあコスト的にはねカーネルとねリサイクラーとかがあればもう動けます簡単に。例えばでリサイクラー召喚するでしょ、でリサイクラー効果で、フォートレス落とすと、でフォートレス効果でカーネルを切ってフォートレス特殊召喚する、で、リサイクラーと、フォートレスでスクラップワイバーン出して、でワイバーン効果で、リサイクラーを特殊召喚して叩き割ると、でそうすると、効果カーネルの効果で自身が湧いて出てきて、でワイバーンの効果でスクラップ破壊されてからデッキからゴーレムが出てくると。で、その後なんかカード破壊しなきゃいけないんで、まあ、ワイバーン自身破壊してもいいですし、なんかコストがあるんだったらね、先行だったら、まあ、言うてその相手のカードがあれば相手のカードを破壊したいけど、相手のカードがないときは例えばなんかその腐っちゃった墓穴とかリフォーメーションとかを、まあ、破壊してもいいですし、まあ、他にそのバレットラインとかいるんだとバレットラインとか破壊してもいいんだけど、まあ、この辺のモンスター破壊してで、残ったゴーレムで リサイクラーを特殊召喚して、でリサイクラー効果で村蜘蛛を落とすと、で村蜘蛛効果で特殊召喚して村蜘蛛とリサイクラーでなんかマスカレナかなんか出して、で相手のターンに備えるみたいな感じですね。まあ基本的には先行展開はカーネルと、まあ、マスカレーナが立っていて、でマスカレーナの効果でなんか相手のターンに、リンク召喚、例えば、まあ、トロイメユニコーンとか、まあアストラムとか、まあトポロジックトゥリスバイナとか、まあボマードラゴンとかこの辺が出せますし、まあ、カーネルの効果でフリーチェーンで全部パできると、まあ、この2妨害があればって結構強いです。はい、まあ、なかなかね相手のデッキ突破しづらいと思うので、まあ、この場面を作っていくっていう感じですね。でまあキーカードはねその対戦しながら一応その使ってるんで、よかったらねそっちご覧ください。早速ねこのマシンナーズカーネルさんのパワーを見せていきましょう。デュエルスタンバイ、マシーンのパワーを見せつけてやるぜ。まあハンド的には きついねできれば誘発を1枚くらいは握っておきたかったけど、シークレットパスフレーズ、なるほど。あれですね、YouTuber デッキですね、キスキルリーダーみたいな、イベル2みたいなですね。イベル2も、ね、ちょっと触ったことないんで、まあちょっとどっかで触っとこうかなとは思いますけども、なんかあれですよね、キスキルがいるとリーダーが、なんか出してて、リーダーがいるとキスキル出せるみたいな、で、なんか出てくるとなんか効果あるみたいな感じですよね。なんか雰囲気でしか把握しないけど。強そう まあ、ハーピーの晴れ暴気は一発かますしかねえな。キスキルがあれですよね、リーダーを特殊化できるみたいな。で、リーダーが出てくるとなんか破壊するみたいなね。そんな感じでしたけども。さあ、とりあえずハーピーの晴れ暴気を打って、相手のマジックトラップカードを全て破壊する。消えせろ。おっと、なんだ、どうした、うわぁくそ、やるな。まあ、4000番に変わったらいいだろう。4000番カード。ハーピーのハリボーキは4000番。神聖、うざ、このおっさん、うざ、煽りやろ、これ、ほとんど。で、まぁ、あ、ちょ、とりあえず、スクラップリサイクラー召喚あるけど、なんかあります？で、リサイクラー効果発動したいんだけど、なんかある。
あーなるほどなるほど、つらいな、なるほど、つらいね、これしかないねやることこれしかないのマジで。まあキスキルの効果でリーダーが出てきて、でリーダーの効果でカードが破壊されるんですよね、なんかね。まあでも一応オーバードライブ1枚あるんで、破壊されてもなんとかなる気がするけどな、どうなんだろう、ちょっとわかんないな。でなんかようわかんない来た、ようわかんないの来た、ようわかんないの来て、ようわかんないの来てからのリーダーやばい。こいつは特殊召喚に成功するとなんかカード破壊する効果持っている。で多分セットカードかなんか割ってくる。これリサイクラー割ってきたら一番きつかったよね、言うて。実はそれが一番きついっていうまあリサイクラー見えてるだけだとちょっと何かわかんないよね、デッキとしては。あれかもしんないしね、オルフェボールとかオフかもしんないし、ね、普通に言うてね。オーバードライブはコストがいるんで、機械族のモンスターがいないといけないんで、そのリサイクラー、ユニコーンね、OK、ユニコーン特殊効果で手札1枚切って何を、対象に取りますか。これは逆に良かったですね、ユニコーンで。で増殖するで捨てて、 OK、 マシンナーズオーバードライブ、スクラップリサイクラーを破壊し、デッキよりマシンナーズモンスター1体を特殊召喚することができる。何、キースキルの効果、キースキルの効果でリーダーを特殊召喚するってか、いいだろう、リーダーを特殊召喚するがいいさ。そしてマシンナーズオーバードライブの効果により、もちろんデッキよりマシンナーズカーネルを特殊召喚、大先生よろしくお願いします。さあどうする、リーダーの効果発動するか。ああ、いいだろう、カーネルか、カーネル大先生の効果、フィードのマシンナーズモンスター一体を破壊し、そのモンスターの攻撃力以下の攻撃力を持つ相手のモンスターを全て破壊する、お願いします大先生、全部バラの時間です。うおーブーよし、ありがとうございますカーネル先生、なにーカーネルー、てめえよくもやってくれたな。でも全部バー成功した、いいぞこれは、これはでかい、リサイクラー来た、強い、これは強い、これはさすがに強い。スクラップリサイクラーの効果発動、スクラップリサイクラーの効果によりマシンナーズフォートレスを墓地に送り、そして、オーバードライブの方が今発動しない、墓地で存在するマシンナーズフォートレスの効果を発動、マシンナーズカーネルを墓地に送り、このモンスターを特殊召喚、そして、スクラップモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚だな。4400出しゃいいんだろ、4400、これ4400出ると思うんだよな。2体のモンスターでリンク召喚、現れよスクラップワイバーン、そしてスクラップワイバーンの効果を発動、スクラップワイバーンの効果によりスクラップリサイクラーを特殊召喚し、そのまま特殊召喚したリサイクラーを叩き割る、そしてリサイクラーが叩き割れた場合の、スクラップワイバーンの効果、マシンナーズカーネル様、これ墓穴で無効になってるから意味ないですねこれね。大先生ちょっと一回黙ってください大先生ちょっと今休憩のお時間です。そしてちょうるせえなこのオーバードライブで、スクラップゴーレムを特殊召喚、そして相手のカードを破壊していく、そしてスクラップゴーレムの効果を発動するぜ、スクラップゴーレムの効果により墓地からスクラップリサイクラーを特殊召喚、もちろん自分のフィールドにな、そしてスクラップリサイクラーの効果発動、スクラップリサイクラーの効果により機械族モンスター一体を墓地に送ることができる、これによって墓地に送るのはもちろん無楽者おろし、足りてんな1700、2300、よし来て、足りてる、全然足りてる、バトルベースだ、よくもやってくれたな、これはカーネル先生の分、そしてこれもカーネル先生の分、そしてこれもカーネル先生の分だ、よくもカーネル先生を絶対に許さない、敗戦ありがとうございました。さあやっと先行が取れましたね、あ割と強そうですねこれは、あなんなら最強までありますこれ、リサイクラー効果通りますかどうかっていう話は、でもこれリサイクラー通んなくても、でも一応あれか、あのバレットライナーいるからいけるわ、あ通るわ、強いわ、マシンナーズフォートレスだね、でフォートレス墓地を送る、
ねえ、フォートレスとか、これすげえ強そうだな、これ。なんかモンスターめっちゃ横並ばない？これ。これ結構すごい強そうだな、これね。で、フォートレス効果でしょ？フォートレス効果でマシンナーズ・カーネルを墓地に送らせてもらうぜ。よっ、あっ、あっ、さすがです、カーネルさん。そして、スクラップモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚。現れよ、スクラップワイバーン。やっぱこのスクラップワイバーンっていうカードめっちゃ強いね。リサイクラーから出すスクラップワイバーンめっちゃ強い。で、スクラップワイバーンの効果、スクラップリサイクラーを特殊召喚し、そのままリサイクラーを叩き割ると。そしてリサイクラーが叩き割れた場合の効果発動、スクラップワイバーンともちろんカーネル大先生も出てきますよ。さあ、お仕事の時間ですよ、カーネル大先生。このモンスターを墓地より特殊召喚。そしてカーネル大先生特殊召喚してワイバーン効果でデッキからスクラップゴーレム特殊召喚して、で、ちょっとフォートレスさんちょっと一回死んでもらうか。これ後から戻ってくるしな。で、スクラップゴーレムの効果発動、スクラップゴーレムの効果によってスクラップリサイクラーを特殊召喚、自分のフィードにな。そしてスクラップリサイクラーの効果発動、特殊召喚に成功した場合、また機械族モンスターを特殊召喚、墓地に送ることができる。これによって墓地に送るのはもちろん、そう、気候者ムラクモのオロチ。フォートレス出して、フォートレス出して、あれですね、マスカレーナですね。これ何をどれを巻き込むか悩みますよね、いつもね。これフォートレス残した方が強い説もあるんだけどさ、ちょ、さすがにゴーレムが残って帰ってきた時のリターンがでかすぎていつもこうしてんだけど、これゴーレム巻き込んじゃってもまあいいかもしれないな。で、 IP マスカレーナをリンク召喚。そしてこいつの方がいいや。で、まあ一旦これでエンドでいいんじゃね。出しとくのは後でもいいか。エンドフェーズで、バレットライナー効果発動して回収するのはメガフォームですかね。まあ、メガフォームで、まあ、あとは他には全部、まあリサイクラーでもよかったか。リサイクラーでもよかったな。まあいいや。で、言うて、あ、でもまあフォートレススポン出しできるから言うてあれかな、あのこれはメガフォームの方がいいのかな。まあいいや、でもとりあえず妨害は用意できました、かなり。ライトニングストームだけ本当にやめてください。一応マシンナーズカーネルの全部パ効果があって、あ、もう展開奏者来た、あ、坊やくしくも同じ構えかってやつこれと、あとマスカレーナの、まあ、フリーチェーンリンク召喚か。トロイメアユニコーンもできますし、まあ、アクセスとか、今だとまあリンク5くらいまでいけるんで、あ、一応なんかサロスエロスとかも出せますね、出そうと思ったらね。あとあれも出せますね、アストランも、あーんとエルシャドール、あ、これ列車ドールってやつか。使ったことないけど、なんか列車ドールっていうのがめっちゃ強いでしょ。ちょっとね、あの興味ありますね、列車ドールは。シャドールのギミックは僕はあのミドラッシュっていうモンスターがちょっと本当にあの個人的な感情で好きじゃなくて使ってないんですけど、自分で使ってやみたいなってのはちょっと思ってるんですよね。ヘッチョクもなんか裏が投げるとこなくね、これ多分なんか裏投げとかいいんじゃん、これ投げとくわ。なんか投げるとこわかんねえ、これ。このピッキーで裏らで投げて、一応1枚アドバンテージ稼がれるのを1回無効にして手札が2枚ので展開してくださいの効果ですね、これ。あとは展開奏者効果、手札を1枚捨てると機械族地属性レベル10モンスターを特殊召喚できる効果は、まあもうこれはしょうがない。あ、手札持ってくるんだ、手札持ってくるのはしょうがない。バレットライナーしょうがない、いいでしょう。バレットライナーもいい。2体並んだ、ここでカーネルか。カーネル効果で、あいつ無効にしてくんだよな。で、無効にしてくる、無効にしてきた。まあ一回これでカーネル大先生は死ぬのか。まあしょうがない、まあまあまあこれはしょうがない。まあまだ大丈夫だ、マスカレーナはいる、まだマスカレーナはいる、まだマスカレーナの気が残ってるから多分大丈夫。ビースト1枚取ろう、いいだろう。厳しいなさあ2体でレベル、これあれか、あの列車ギミック入ってるから、これあれか、ジャガーのトリビーかなんか出てくるのか。でも言うてもアストラムさんめっちゃ強いですけどね。だとしたらこれさすがにこれ2体で、あ、スペリオルドーラ、なるほど、あ、スペリオルドーラの方か。スペリオルドーラ、ジャガーのトリビーはしない。
ジャガーノートリーベで全員ぶん殴るが一番強そうでしたよね、あれでね。まあでも確かにマスカレーナが見えてると言うてね、リンク召喚であれ飛んでくるの見えてるもんね。なんだっけ、トロイマユニコーンで、マスカレーナネキの効果発動。マスカレーナネキの効果によって相手ターンにリンク召喚を行うことができるぜ。スペリオルドーラはなんか何の効果も起きないっていう効果があるが、まあこれは一回さすがにアストラム出すしかないか。さあスクラップアイバーンとマスカレーナネキをリンクバーカーにセット。リンク召喚現れよ、アストラム爆弾。さあアストラムの効果をよく読むことだな。今ちなみにこいつはマスカレーナを育にしているため効果では破壊されず効果の対象にならず、相手は攻撃する場合このモンスターを攻撃しなければならず、そして特殊召喚されたモンスターの戦闘からってダメージ計算時に打点が上がるっていう効果を持っているぜ。なんというぶっ壊れモンスター。どうする、超ド級砲塔列車を今更使ったところで遅い。まあ効果を受けなくしておいて、で、あ、まあ、それ、あ、スクラップゴーレム、なんだこれ、スクラップゴーレム、まあいいよ、効果受けなくするのは別にありがたいわ、あ、ありがとう、ありがとうだわ。で、あ、エルシャドールシェキナーガの効果、なるほどね、シェキナーガ効果だ、回収か、オッケーオッケーオッケー、いいだろう。さあどうする、スペリオルドーラ君では突破できないぞ。ジャガーノートリーベ出すか。ジャガーノートリーベでさえも突破することはできないかな。今アストラムさんは効果の対象にならず効果では破壊されん、バトルフェーズいいだろう。さあ来い、おーっと、止まってる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 、来た来た来た、困ってた困ってた、今めっちゃ困ってた、今ちょっとスペリオルドーラ浮いたもん、若干なんか多分あれ、あれなんでってなったの、今スクラップゴーレムを投げろとしたんだろうな。残念ながら今君はアストラムしか投げることはできないんだよ、俺のターン。まあ、スペリオルドーラは効果受けないっていう、まあ一応あの効果チェーンフリーチェーンで使えちゃうので、ですね、まあとりあえずスクラップゴーレム、これ盤面にめっちゃ並べてぶん殴りに行けばいいんですかね。だから要するにスクラップリサイクラーを特殊召喚、あー、まあまあまあ、スペリオルドーラの効果で一回自身のを対象にとってこのターン何の効果も受けないよっていう効果を発動していくが、何の効果も受けないよっていうはあの効果だとしても別にアストラムは自分が打点が上がるっていうことが自分の効果だから、うん、だからね大丈夫、任せて。でスクラップリサイクラーの効果発動、スクラップリサイクラーの効果によってマシンナーズフォートレスでいいか。で、フォートレス特殊しよう、フォートレス特殊メガフォームステレ特殊召喚、はい、でこれでまあバトルフェーズ入ったらいいんじゃない、もうなんか出すものはいないよね、これ全員でぶん殴ったらこれ8000あるだろ。いくぜバトルフェーズ、ユキアストラムさん、ダメ系いいっすか自分、うおーぶん強え、さすがアストラムさん頼りになるわ。残念だったら、イケフォートレスでダイレクトだっけ、いやー何が強いってアストラムさんマジ強い。なんか意外となんかカーネルが墓地に遅れればなんか高校からでもまくっていけることはあるんですけどね。やっぱねこのゲームねどうしたって先行ゲーだから、やっぱ先行が弱いでいきゃダメだね先行が強くてである程度高校からでもまくっていける能力があるデッキっていうのが多分一番強いと思うよ。まあもしか高校特化するかと言ったらね、相手がどうせその先行を取ってくると仮定してもう高校まくりで全力みたいな。ただ高校まくりもな、なんかその妨害札が多すぎるデッキはさすがに返せないからさね、えだから意外と大変ですよ。怪獣格闘みたいなデッキが、まあ、一応一番いいのかな、まあ、サイバーみたいな効果を発動して効果からまくっていくっていうそのデッキは効果無効系をなんか何体も並べられちゃうと無理なんで、まあちょっとあれですね、あその辺が厳しいところ。なんかまたこれクソ長ソリッティが始まるなこれ、あーなんかわかんねえけどなんかすげえ強そうな動きしてんな。なんかこういうさ、なんかようわからんソリティアあるじゃないですか。でこういうなんかソリティアデッキに対してその対抗策がないので、あそれでおもちゃも抱えてるってこと、あうまいね、なるほど。出た召喚演出エッジ系モンスター第一、来た、かわいい、かわいいけどうざい、やべえ出たよ天照のコーディナー来た、えくれるってこと、なんか意味わかんねえモンスターもらったわ、誰やお前
お前誰やねんお前。いろいろモンスターが手札に持った時、そのモンスターの持ち主手札を1枚選んで捨てると。あ、なんかよくわからん、ようわからんコンボしてんな。なんかよくわかんないけど、なんかクリオスフィンクスがいう、なんかようわからんモンスターもらったわ。え、ターンチェンジ、わからんわからんわからん、何この盤面。なんか別に制圧するわけでもないの。天気の聖国院効果、ああリリースしてヘリオス開始するってこと。え、わかんない、何これ、どういうこと。あ、それ戻すの。え、ヘリオスフィンクス効果、ヒーロー上のモンスターを手札に持った時に、そのモンスターの持ち主の手札を1枚選んで捨てる。え、も、あ、墓地送るか、墓地送る、君か、君が送るってこと。わからんわからん、これ何、これ何する人、猫マネキング。え、あ、そう、相手ターンを終了する。あー、なるほどね、あ、なるほどね。ターンスキップしたかったってこと。ターンスキップがしたかったんだ。いや、にしては、にしてはカード枚数使いすぎじゃないか。ターンスキップしてたら燃えたき水っていうカードあるぞ。猫マネキングで、猫マネキングでなんだよ。ちょっと1個言えることは、マジで1回壁とやっててもらってよろしいか。それ対人戦でやる必要ないから。マジで対人戦でやる必要ある。やべ、でけえブーメランが降ってきた。